はい、速稼塾の久保です。暗号通貨のことについてちょっと喋ってみようかなと思うんですけども、まあ、個人的にはね、数千万円この2週間ぐらいで含み損増やしてるなっていうところですけども、含み損とは言ってもね、その時点からの含み損なんで、まあ、投資金額に対してはまだまだね、もう圧倒的にプラスでございますけども、まあ、だからこそこうやってドーンと構えてられるところがあります。やっぱりね、心理的に考えてみて、その暗号通貨の値上がり益を何に使おうかなって考えて、それを当てにして暮らしていたら、多分こんな気持ちじゃいられなかったかなと思いますね。まあ、あくまでも投資は余剰資金でっていう私のルールに従って、今この瞬間暗号通貨が全部吹っ飛んでも私の暮らしはほとんど変わらずにやっていけるかなというところがありますんで、まあ、冷静に見ていけるところだと思います。ですんでね、やっぱりね、投資事とか特に難しい暗号通貨とかボラティリティが激しいものとか、なんで値上がりしたのか、なんで値下がりしたのかって、これほど分かりにくい玉はないんですよ、暗号通貨ね。だから本当に慎重にやってくださいね。これを当てにせずに、まずはビジネス、まずは投資の基礎、FX などがマスターできている状態で暗号通貨だと私は思います。強く力説させていただきます。で、価格を見てみますと、ビットコインはすでに400万円割らないんじゃないかなと思ったんですけども、もうすでに300万円に向かってますね。これね、仮に300万円前後になったとしても、まあそんなもんだと思ってましたんで、いいかなと思います。私の場合は100万円以下での仕込みでもう完了ですから、ビットコインに関しましてはまだまだ含み益だということが言えます。それからイーサリアムなんですけども、私の平均取得単価はこれはね、7万円か8万円ぐらいだったと思うんですよね。イーサリアムって2、3万とかになっちゃったことがあって、その時にも底買いしてますし、それからね、20万円に、ね、をオーバーしたらもうイーサリアムを買うチャンスがないだろうなと思って、まあ、20万円前後でも買い足してるところがあるんですよ。ですので平均取得単価ちょっと上がっちゃったんですけども、その防衛ラインたる20万円がもう迫ってますね。イーサリアムは私は100万円ぐらいまで行くというふうに踏んでたんですけども、今回こんなに値下がるとはね、はっきり言って思いませんでしたので、まあ、衝撃です。どっかで復調してくると思いますけども、今回の復活もちょっと時間かかるんじゃないですかね。まあ、せいぜいそうですね、イーサリアム20万円で止まってくれればいいんですけども、まあ、今年いっぱいはまだこんな状態なんじゃないかなと思います。それから我らがカルダのエーダですけども、価格が下がったとはいえまだ1ドル以上ありますね。これできすぎてたんですよ、カルダのエーダ。今130円ぐらいですけども、ここにステーキングが挟まってくるということでね、今回暗号通貨で大きな含み損を抱えている方に私はね、どうしても言いたい、それはカルダのを基本にして、この暗号通貨投資はするべきだと思うんですよ。カルダの分配比率がまあ過半数ですね、 50% とか 60% になっていて、初めて安心して暗号通貨投資ができるんじゃないかなと思います。ビットコインってついこの前700万だったんですよ、ね、半値に落ちるわけじゃないですか。しかもその額がでかいですよね。 A だってのは250円が半額になって130円になったぐらいです、だから金額的には、まあ、120円こう下落しただけなんですよね。でも同じ比率でビットコインってどうでしょうか、350万損が出てるわけなんですよ、同じ1単位でもね。で、カルダのエーダがなんで私をお勧めするかっていうと、今ステーキングが行われてるんですよ。このステーキングっていうものによって、まあ損失がね、結構埋められると思うんですよ。これ5日ごとに報酬が振り込まれるわけですからね。で、このステーキングっていうのは他の暗号通貨全体的なステーキングとはちょっとね、意味合いが違って、ステーキングの権利を委任してるだけなんで、ご自身のウォレットにカルダのがあるままなんですよ。しかも1エーダからできるというところも特徴ですね。いつでも決済できるわけなんです。だこれがいいんじゃないかなと思います。で、カルダノは私の希望なんですけども、これ希望的予測なんですけども、日本でもカルダノは上場されるというふうに私は踏んでますね。そうなるとどういうことが起きるかっていうと、カルダノって買うのがめんどくさいんですよ、日本の市場で買えないんで、ね、ですんでカルダノが日本で買えるようになったり、日本で決済できるようになると、ものすごくね、流動性が増して、出来高が高くなるんですよ。いつでも売れるし、いつでも買えるっていう、このやり取りができるようになるんですよね。だからカルダノはぐっと人気が出ると思います。その日が来るためにも、一日も早く来るためにも、私はカルダノエーダのことをもっともっと放送したいと思いますし、このステーキングという有利な条件を皆さんに利用していただきたいと、まあ、そうすることによって日本上場もあり得るかなと思います。そうすると日本人のホルダーさん多いですから、しかもカルダノの送り人ってのはね、多分最も多いんじゃないかなと思います、日本でも。
ということはもう噂を聞いて羨ましいなと思って体のね待ってる人がいると思うんですよ。爆発的にまた値を上げるんじゃないかなっていうのが私の見解ですよね。まあ、ですんで体のステーキングに参加すること、ステーキングの素晴らしさを放送すること、皆さんにお知らせすること、そして将来的に希望的観測、日本国内でカルダノがリリースされた時に爆撃をみんなで願っていけるんじゃないかなと思います。このカルダノを突破点にして今の暗号通貨の第2の暴落を、で2017年18年以降にやられた第2のこのバブル崩壊を乗り切っていけばいいんじゃないかなと思います。じゃあ以上です。